ミートソースパスタの作り方。オリーブオイル大さじ1、みじん切りの生姜、にんにく、玉ねぎ、バター大さじ1、牛ひき肉1パック。ひき肉の色が変わるまで炒めます。赤ワイン1/2カップ、小麦粉大さじ2、トマト4個、ピューレ状にして加えます。だし1カップ、塩小さじ1、隠し味はパンプキンパイスパイス少々。パスタを茹でます。ミートソースパスタの出来上がり。いただきます。